ホーム臨時改札口高来駅は埼玉県日高市武蔵田一丁目にある西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は SY28、SI。森土城に島式ホーム一面二線を有する地上駅。ホームと改札内コンコースとの間を連絡するエレベーターが設置されている。トイレは改札口を入って右側にあり多機能トイレを併設する。 時期によっては改札の外側からの利用となり、通常のトイレのほか、阿賀野駅と同様に、多客機専用トイレも設置されている。毎年9月から10月にかけての近着電の満寿射下界下記には、多数の乗降客に対応する目的で、IC カード専用の臨時改札口が、改札口の西側に隣接して設けられる。 例年9月頃になると、近着殿の万寿斜毛を見物する目的の観光客が当駅を利用する。その時期には当駅方面への臨時列車が増発され、特急、秩父が臨時停車する。2005年以降には当駅始発、終着の特急、武蔵が運転されている。ただし、2020年と2021年は、新型コロナウイルス感染症拡大のため臨時停車。 および、臨時列車の運行は中止となり、近着電の万樹車下は借り取られたという旨が掲示されている。また2015年以降、毎年初夏に年1回行われる、西武電車フェスタイン武蔵川丘車両研修場の会場もより駅でもあり、開催日当日には当駅を利用することもあるため、反応駅からの区間列車も運転される。近年の1日平均乗降。 乗車人員の推移は、下記の通りである。駅前広場には、高麗神社にちなみ、天下大将軍、地下序将軍と表記された、朝鮮半島の銅祖神、将軍表が建てられている。悲願花が群生する秋の巾着殿。ありがとうございます。